どうも、こんばんは、エヌムです。さあ、今回は、東京グルカルナバルハロウィンイベントが来ましたので、早速やっていきたいと思います。まあ、ガシャはどうしようか考えてるんですけど、アキラとさ、ジュウゾウどっちもイラストめっちゃ良くないっていう、しかも特にジュウゾウめっちゃくちゃ欲しいんだけど、あれ。どうしよう、引くかもしれないな。俺もほんとハロウィンだけはスルーしようと思ってて、まあ、1年前引いたしね、もういいかなと思ってて、いやでもこれ欲しいよね、重蔵ということで、まあガシャは上がったら引いたと思ってください。サブアカとかじゃなくてね、上げるんなら多分メインで上げると思うから。ハロウィンの災難、一番上上級ですね。これハロウィンキャンディーとかあるから多分集めるんでしょう。集めてね、イトリと交換みたいな、そんな感じだと思うんですけど、ごめん、ちょフレンド高槻オールでやりたいんで、高槻探しますね。でいつもこの作業やってるんですよ。高槻のフレンドがいなさすぎる。本当にもうこの前までね、めっちゃ湧いてたと思うんだけど、なんか急に高槻がいなくなっちゃって、俺ちょっと寂しいんだけどさ、めっちゃ使ってたのに。高槻さん出ておいで。浴衣高槻ですね。あ、でもオールいるんだけど、いやまあまあまあ、オールはリーダーとして、まあ確かに運が良ければ強いみたいなとこはある。出てこない。もうカットするかな、ここ。あんまり長くなりすぎるとカットする。しかもさ、フレンドじゃなかったらなかったでめんどくさいし。どうしよう。高槻のフレンド募集してもいいんだけど、なんか今別にもう入る枠がないんだよな。だいぶ、ねえ、アクティブなフレンドさんたちなんで。僕も切りたくないんですけど、こうも高槻のフレンドがいないと若干寂しいですね。ひなみサンドで行くか。次出なかったひなみサンド、はい、ひなみサンドね。ひなみサンドも正直みんな飽きてきたと思うんですよね。ちょっと待って、しくった。うん、この編成正直飽きてきたでしょっていう。うん、あやべ、ちょ、リセリス、はい、はい。ね、A 属性がいいんだよな。なんとなく個人的に。A が出てこない。A が出てこない。A 属性出てこないんだけど。まあ、質でもいいか。出た。A 属性。はい。個人的にひなみは、なんか、A 属性を使いたくなる。色合いしてる。これだけでだいぶ、うわー出た、フランケンアモン。すげえ。あー、なんかあれ、ちょっと待って、クイーン系なんだよあれ。団子さん兄弟みたいになってんだけど、しかもちょ、リボンの作り込みまで細かいな。うお、ハロウィンじゃねえか。うわ、これどうしよっかな。あ、まあ上級だからね、一発で沈むわ。そらフランケンアモン、ついにネタ要素。あ、ネタ要素って今まであったっけ。行くよ、行きてえな。課金はね、どうしよっかな。してもいいんだけど、まあ多分重蔵の性能とグループにもよるかな。また短期で強いようだったら欲しいし、ハロウィンっていうグループがついてんだったら、アキラも一緒に当てないとダメだろうしな。あれ、また出てきたんだけど、フランケン。そんな何回も出てくるようなのか。あー、剣属、まあいいや。スキル結晶が箱の中に入ってんの、マジやめてほしい。鬱陶しいな、あのクイーン系。いちいちチラチラ。しかもなんか、さっきあんなヒビ入ってたっけ、あの、かぼちゃのクイーン系。クソ団子三兄弟、ああいうお菓子あったよね、なんだっけな。ああいうお菓子あったよな、なんか昔。これでアモン死ぬかな。あれ、全然だったわ、思ったより強い。やめて、連携効果マイナス1。なんかめっちゃはめられてんだけど。やめて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 、危な。これまたはめられるんじゃないの。速度アップとかじゃなくてよかった。あ、動かねえのか。アモンをやりたいんだがきついかな。きついなこれ。
なかなかめんどくさい。ここスキル、ひなみのスキルブッパーで一発で抜きたいけどな。絶対たまんないしな。これ、アキラ動かれたら、多分死ぬんだ。あ、抜いてるわ、おひな様。どいつから倒すのがいいんだろうか。とりあえずアモンやろう。速度遅くないこれ。鬱陶しい、あのクイーン系。しかもそこそこ大きいっていう。あのクイーン系さすがに落ちないか。え、あ、アモン倒せばここクリアなんだ。ちょろいな。もうオートでガンガン回していい感じだな。はい、キャンディー落ちた。ちょっと一回見に行くか、キャンディーどんな感じで使うのか。いらっしゃい。イベント、あー、アモンか。やっぱりガチャさんは、うランタンいるんだけど、マジか。やっぱガチャさんはさ、2体だよね。あとハロウィンひなみと。いや、きついな。もしさ、紫ポット仮にだよ、仮に見れたとしてハロヒナが出てきた場合どうしよっかな。厳しいよな。相当メンタルやられると思うわ。まあまあまあいいでしょう。まあとりあえずちょっと、そうだ、ガチャ見に行くか。詳細を、ハロウィンガチャ。え、マジで銃像欲しいんやけど。なんかさ、銃像欲しい欲しいっつってたら来ないんだよね。来てくんない。なんか最近 SSR すら来てくれないからさ。ハロウィンパーティー、アカデミー出身と、銃像は攻撃力70、エリア中一度だけ仲間に接触された時体力、HP 補正ついてて欲しかったかなこれ。HP 補正がついててくれればワンチャン。月夜の黒猫アキラ、えろえろ、はい、それだけ。仲間捜査官の攻撃力プラス50、10ターン以降自身が生存していればさらに、あー、なるほどね。この名前変える、5%か、 5% か。これ確かおひなさまひなみ 10% じゃなかったっけな。なんかそういう潜在持ってたような気がする。俺の記憶違いかもしれないけど。出た、まあこいつは分かってるからいいや。あ、出た出た、懐かしい吸血鬼やカネキ、やばいんだけど。これさ、1年前俺がハロウィンの動画上げてるやつ見てくれば分かるんだけど、これ当ててんだよねこれで。ずっとこいつ使ってたの、アンテイクパに入れて。圧倒カネキリーダーにして、で頬染めのひなみっていうテンプレの2枚をリーダーフレンドを1にして、ほんでこいつ最後にこいつ入れてたの。あんま、なんか当時は強かったらしいけど、あんまり俺は使いこなせてなかったから。そうなんだよね。おお、安い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 。結構ハロウィンの対象っているんだな。これ10回引いた程度では銃像出ないだろうから、もしかしたら入れるかもしれないな。包帯姿、銃像欲しいな。まあ多分ね、ガシャにするとしたら次、もしハロウィン系の動画を、グルカルの動画が上がれば、ガチャの動画だと思ってください。そうだな、あと何話しとこう。なんかいろいろ話すこと考えてたんですけど、ちょっと雑談枠になるんですけど、どうしよっかな。あ、俺の昨日あげたジェイルの動画、あれあんまりその期待しないでほしいっていうか、あの手のさゲームってさ、結局なんて言うんだろう、話メインだから、ストーリーメインだからさ、戦闘がメインになるわけじゃないから、ずっと俺が読むだけの動画になったりするから、なんか本当そのゲームを見るっていう感覚じゃなくてさ、もう本を読んでる感覚とか、なんか読み聞かせを聞かされてるような感覚で適当に見てくれればいいから、しかも一つ一つのパート長くなると思うからさ、そんな投稿頻度も高くするつもりないし、まあ、実のところを言うと、まあ、結構実況の方は進んでて、まあいつあげようかって悩んでるとこなんだけど、まあそうだね、まあ、コメントでのね、ネタバレとかは本当に、控えてもらって、まあ気長にコツコツと適当にやっていくんで、よかったら見てください。まあこんなとこかな。はい、というわけで、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。